どうも、私です。日米の違いシリーズフィールディング編、今日はフィールディング、特に内野手、ショートとかセカンドとか、その選手の日本の選手とアメリカの選手、メジャーリーガーとかとの違いを解説していきたいと思います。まあ、もちろんみんながね、ここに当てはまっていくわけではないんですが、まあ、一般的にイメージとして、こういう日本の選手のイメージあるよねとか、メジャーリーガーのこういうイメージあるよねっていうところと、実際に僕が現地で見たり学んだりした経験からお伝えしています。でこういう違いを知ることによってね、スキルの奥深さを知ってほしいと思ってます。この動きの違いにはどういう理由があるのかなとか、どういうメリットがあるのかなとかっていうのを自分自身でちょっとこう考えていただくきっかけになったりとか、自分でこういろいろ挑戦してみて、あ、こっちの方が合うなとかっていうようなね、そういうきっかけになればと思って、日米の違いシリーズ発信しております。でもバッティング編とピッチング編の違いもありますので、ぜひこちらも面白いですのでご視聴いただければと思います。ではフィールディング編いきましょう。1つ目、捕球姿勢。日本の選手の多くはしっかり膝を曲げて、お尻をしっかり下に落として捕球姿勢に入っていきますね。股割りのような形でグッと下げて捕球姿勢に入っていくと。最近のアメリカの選手、メジャーリーガーの主流は、頭を下げてお尻はできるだけ高い位置に保って、そして捕球位置を前に出すと。実際メジャーリーグの試合を見に行った時、ダイヤモンドバックスかな、ショートに背の高いあのバッティングもいい選手がいるんですけれども、試合前にノックを受けていて、その時にすごく姿勢を意識して練習していたんですよね。その時の姿勢っていうのが、本当に頭をぐーっと下まで下げて、手を目いっぱい前に伸ばして、この中で捕球している。まあ、もちろんフットワーク入れながら、その中でグッと頭を下げてですね、捕球位置に入っていって、あ、ここまで意識して姿勢を作るんだっていうのがすごく勉強になりましたね。その2、フットワーク。日本人選手は小さく足を動かす中で捕球のタイミングを合わせていきます。できるだけ細かくステップを踏みながら、最後の捕球位置を確保していくような取り方ですね。で、一方のメジャーリーガーは少ない歩数での移動をすごく意識しています。捕球位置までできるだけ少ない歩数で移動していくと。1歩2歩で移動できるんだったら、1歩2歩の大きい歩幅で捕球位置まで入っていく。歩数を少なくすることによって、移動する時のバランスを崩しにくくする利点があります。あと、やっぱり無駄に足を動かさないっていうのがポイントですね。正面の打球とかに関しては、もう足を止めてボールを見て、その中で最後のバウンド合わせ、最後の捕球位置に入る姿勢を取るときに、ポンと1歩2歩で、捕球姿勢に入っていくっていうような形を取ります。本当にこのフットワークの歩数が少ないっていうのは特徴ですね。3、ハンドリング。まあ、いわゆるグラブさばきですね。このグラブを自由自在に使っていく動きになるわけなんですが、日本ではあんまりこうグラブを動かすっていうよりは、しっかりその前に足を動かす、足をしっかり動かして捕球に入るっていう指導が多いですよね。基本的に捕球姿勢っていうのを崩さないで、この状態でボールにしっかり足を動かして入っていくっていうような形が多いと思います。一方のアメリカでは、まあ、さっきもね、フットワークの話でもしたように、余計に足を動かしたりはしないので、まあ、ボールを捕球できるポジションまで取ったら、この腕の届く範囲内とか、足が一歩動く範囲内でハンドリングでボールを捕球していきます。特に違いはバックハンドですよね。この、グラブハンドと逆側に打球が来た時に、日本ではやっぱり足を2歩でも3歩でも動かして正面に入っていって、でこの捕球姿勢を崩さないっていう捕球フィールディングが一般的かと思うんですが、結構メジャーリーガーはこのグラブの逆側の打球に対して、さらっとバックハンドでの捕球に入っていってしまいますね。足をほとんど動かさないでポンと、それから捕球に入っていくと。ここのハンドリングの自由度が大きく違いますね。4、スイッチワーク、握り替えですね。日本ではやっぱり確実な捕球っていうのがまず第一優先にされていて、この握り替えに関しても、まずボールを両手なら両手、片手なら片手でしっかり捕球して、で捕球するフェーズをしっかり保ちながら、まあ、ステップに入っていって、その後に握り替え動作っていうような形、このボールを捕球している時間をできるだけ長く取ることによって、ゴロ捕球の確実性っていうのを上げています。一方のメジャーリーガーは、際どいプレーに対応していくために、捕球から素早く握り替えで、フリーハンドでボールを持っている時間を長く取ります。グラブでボールを持っている時間というのは本当に一瞬ですね。すぐ投げる方の手に持ち替えて送球の準備をしていきます。まあ、それの究極がね、素手捕球とかだったりしますね。5、スローイングステップ、ステップワークですね。で、これは結構シチュエーションとかね、その打球とかランナーの状況によっても大きく変わってくるんで、一概にはこう言えないんですが、練習とかしている時にある違いとしては、日本人の選手は大きく一歩でスローイングに入っていく、
練習をねよくすると思います。一方のアメリカでステップよくやるのは小さく2歩ですね。呼吸から握り替えと同時に小さく1歩、それからこのもう1歩入れてスローイングに入っていきます。スローイングを2歩にすることによってこの握り替えの時間とそれからトップを作っていく時間、まあ、スローイングにかける時間をしっかりとって、そして強くて安定した送球をするっていうのをまあ目標にしていますね。6個目、スローイングの重要性。まあ、捕球からスローイングにかけて何を重要視しているかっていうところなんですが、まあ、先ほどの話にもつながってくるんですけど、メジャーリーガーたちは強くスローイングすることを大切にしていますね。強くスローイングするためにはテイクバックを大きく取ること、それから指をしっかりボールにかけること、ここの時間を十分にフィールディング動作の中で取っていくことによって強いスローイングを生んでいきます。一方日本でよく教わるように早くスローイングしようって言ったら、手放すのを早く、ボールを持ってから手放すまでのスピードを上げていこうとすると思います。どちらかというと大きくテイクバックを取っていくというよりは捕球位置から前に肘から出していくような形ですね。近い距離のスローイングなんかではこういう肘から出していくスローイングもおすすめです。7つ目、スローイングのバリエーション。アメリカの野球指導のフィールディングの考え方ってとにかくスピード重視なんですね。そうするとじゃあスローイングもこの捕球姿勢から素早くスローイングするスキルがものすごく大切で、オーバースローだけじゃなくてサイドスロー、捕球姿勢によってはアンダースロー、ランニングスローとかいろんな形でスローイング動作に入っていきます。とにかくその捕球の流れの中でスローイングに入っていくっていうポイントをね、結構距離のあるスローイングでも横からブーンと投げるような形が結構多いですね。一方日本の選手はスローイングも基本に忠実ですね。いろんな捕球姿勢でもしっかり上からスローイングに入っていきます。特に弱い打球、内野の弱い打球が来た時にバーッと走っていって腰を落として両手捕球してもう一回そこから上から投げるっていうような形で、これでね内野安打になったりとかもよくあるじゃないですか。ああいうところはね非常にもったいないなと思います。8、フィールディングの目的。ここら辺はマインドの話になっていきますが、アメリカの選手たちとかコーチはとにかくフィールディングはアウトにするのが目的だって言います。それはもちろんその通りなんですが、じゃあそれがどういうふうにこのプレーに現れるかっていうと、例えばエラーが起きたりとか内野安打が起きたりした時にプレーの選択肢ですね、アウトにできるプレーをしたかと、フィールディングに対しても常に攻めですね、攻め攻め、ギリギリのプレーに対してしっかりアウトにできるプレーを選んでいく、それがランニングスローだったりとか素手でキャッチだったりとか、日本で見たことないあのプレースタイルにつながっていくと思います。一方の日本の選手のフィールディングに対する考え方はエラーをしないことですね。確実に捕球して確実に送球すると、その結果アウトにできなかったら、まあ、それはそれでしょうがないよねっていう考え方ですね。やっぱり一発勝負の中では一つのエラーが大きな傷口につながりかねないので、やっぱり暴投する可能性があるなら投げないとこうとか、ハンドリングしていってボール弾く可能性があるんだったら体で一回止めとこうとか、まあ、そういうプレーにつながると思います。9番、プレー後のマインド。これはね本当に良くも悪くもなんですけども、アメリカ人選手はエラーを気にしないですね。ここら辺ってやっぱさっきの話にもつながってくるんですが、やっぱりこうエラーしてもいいから挑戦していくっていうプレースタイルと、できるだけエラーしないようにこの傷口を広げないようにっていうこのプレースタイルの違いでミスに対するマインドも変わってくるのかなと思います。プレーは後退しない限り続くんでね、次のプレーに対してしっかりアプローチできるためにはエラーを引きずらないっていうこのマインドは大切だと思います。10、フィールディングの楽しみ方。これはね僕自身もコーチングしててよく思うことなんですが、フィールディングってとにかくバリエーションが多くていろんなシチュエーションがあるわけですよね。いろんな展開があるっていうか、まあ、野球の中で言うと本当にバッティングとかピッチングっていうのは小さな一つの動作を繰り返していくっていうようなスキルになっていくと思うんですが、それに対してフィールディングってやっぱりアグレッシブなんですよ。じゃあアグレッシブなフィールディングを身につけるためには、上達していくためにはやっぱり練習もアグレッシブにやっていくべきだと思うんですよね。だからいろんなプレー、いろんな取り方、いろんな投げ方、そういうところに挑戦していってぜひフィールディングを楽しんでほしいなと思います。アメリカのレッスンなんかで見てたらコーチがこうフィールディング練習でノックを普通にねポン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 こう打っていくんですけども、選手たちがね勝手にいろんな取り方始めるんですよ。飽きてきてね体の横で取ってみたりとか素手で取ってみたりとか、勝手にし始めるんですよね。でもそうやって試合で起こるプレーのいろんなバリエーションを習得していくっていう、これによってフィールディングも上達していくし、フィールディングを楽しむことができるんじゃないかなと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。